こんばんは。やっほー、お家に帰ってきたよ。こんばんは。やっほー、皆さんプレレ楽しかった、ありがとう。こちらこそめちゃめちゃ見た。めっちゃ見えた、ありがとう。今日はね、大阪でプレミアムライブツアーでした。お家帰れた。そう、お家帰れた。そう、帰れましたのよ。いや、やっとのね、2年前にやる予定だったプレミアムライブがやっとね、開催することができてよかったです。プレミアムライブお疲れ様、レスくれてありがとう。こちらこそありがとう、ももありがとう、ももお疲れ様でございます、ありがとう。そう、お家にだ、お家に着いたよ。こんばんは。前もお家帰れた。お家帰った。名前まだ変わってないね。こんばんは。あちゅう聞きたかったよ。あ、そう、そうなの、初あちゅうでした。プレミアムライブでリオはあちゅうを披露させていただきました。あちゅうね、やってみたかったからね、すごい嬉しかったし、なんと今日のあちゅうはフルバージョンということで、いつもライブはね一番までしかやらないんですけど、今日のあちゅうはフルでした。リオへーなよー。あ、みおたんツインテール好き。今日はツインテールでした。ねえ、髪黒く見えるよね。なんだろう、なんで、なんか日によってさ全然髪の色違く見えるね。ハクション。あっちゅー歌ったよ。リオはミータンの立ち位置だったんですけど、あの2番のね、ここミータンのパート好きで、やりたかったか嬉しかった。なんだっけ、友達なんかに絶対に話したくない、今朝目撃した本当の女神ってところ。花粉症です、もちろん。花粉症なんですよ。今日目かゆい気がする。いいくしゃみでした。いいくしゃみでしたか。やったね、ハクション。いや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 、可愛い子のあちゅうって最高だから見たすぎる。嬉しい。そう、あちゅうね、できたから嬉しかった。 TikTok のちくわのやつ髪明るく見えた。ああ、あれかな、大阪の時撮ったやつかな、みんなで。全員の俺の拍手見たかった。またね、まあ、プレミアムライブツアー以外でもねできたらいいね。そう、フルバージョンってなかなかないのでね、雪だったよ。そう、あの今日はいろんな、なんだっけ、なんていうの、そういうラブドッチとかそういうグループの曲もいろいろやったんだけど、フルだったのがアチューとエビオラだったね。うん、お疲れ様です。今日見て思ったけど、オーディオって背高いね。え、そう、意外とね背高かった。目あったね今日。あ、ユニット曲、そう、ユニット曲って言いたかった。そう、今日ユニット曲も 何個かやったんですけど、フルだったのがエビオラアチューだったね。デリオはアチュー歌って、いいね、いいね。あ、そう、夜来、あ、そう、夜来もねまた出るんですよ、リオ。また夜来、お昼の部だったね、お昼の部の夜来にまた出ますので、ぜひ、前回夜来外れちゃったよとか、あのプレミアムライブツアー外れちゃったよって方もぜひ来てくださいね。最前でオーリオのアチュー見れたのはいい思い出だった。あー、ありがとう、せいや、タオル持ってきてくれてたね、ありがとう。夜来昼はその後飲めるから助かる。そういうことね、確かに早めに終わるからね、お昼はね。前回当たってた人は今回も当ててください。
もちろん当たるようにね、送っとく。当たってねえ、ウルライどうやったら当たりますか。え、どうやったら当たるんだろう。ねえ、どうやったら当たるかな。どうやったら当たるかな。そうだな、枕元にリオの写真置くとか何それねえ、ウルライ、ね、フォアチョコも来てほしいな。タカトミもね、来てほしい。プレライ会場前行ったけど何もなかったんごねえ、わざわざ近くにいたんだね今日。近、お家近いの、近くに住んでるのかな。用意してきますね、やってみるわガチだってそれでさ当たんなかったら、おいりゅうがそういうこと言うから当たんなかったじゃんって言われそうすでに置いてますさすが、だから前回当たったんじゃない、チョコちゃんね。あー、枕元にオーリオのクッションなら置いてるぜ。あ、ほんとね、やっぱりマッコリもうさ誰かわかんなくなるんだけど、まさきだよね。え、合ってる。え、なんか声変じゃない今日歌ったからネイルしてます。かわいいよ今のネイル、ほらマグネットネイルなの。え、ギャンカワじゃないこれ直接見せたいのみんなに、本当に。まさきだよ、あ、まさきだった。じゃーん、ありがとう。かわちあ、マグネットネイル、そうマグネットネイル、かわいいんだって本当に。こうやって見せたいのみんなに、リアルにマリオ、マリオですえ、ギャンカワ、ギャンカワでしょ。どっちが爪、こっちかわいい、ありがとうね。こちらこそ、かわいいパジャマ、マリオ、いい感じ。そう、ジラピケのマリオコラボのやつ、そうなんですよ。かわいいね、ありがとう。あったかいね、これ着てたらあったかいや、うん、ギャンカワってギャルかいや本当にね、本当にかわいいの、ほら。でも画面じゃ伝わらないでしょ。え、これ着て USJ 行けちゃうんじゃないリオね。そう、マリオの任天堂の、そうそうそう、行きたいんだよね、ユニバ、ユニバのマリオ。早く、いつになったらいけるかなーってずっと思っておる。リアルトークもネイル残してて、え、多分リアルトークの頃には新しくなってるネイル、多分ニューになってるよ。だってあと1ヶ月後でしょ、もう伸びちゃうから。また変えるね。でもまた可愛いのにしてる毎回可愛い爪。でも今回の結構気に入ってるかも。なんか毎回一緒になっちゃう、一緒になっちゃいそう。あの子部屋着でユニバ着てるよって言われるぜ、確かにえ、バレる、やっぱり部屋着、ちょ、部屋着ってバレちゃうかな。朝起きてそのまま行ける、そう、準備が早いというね、いいですねだってこれね、今リオ下は履いてないんだけどショーパンだから、そう本当に部屋着ってバレちゃうかな。ユニバにいたよ、マリオとヨシのジェラピケ。うっそ、ガチ、かわいい、絶対かわいい。じゃあリオもいけるやんリオもいけちゃう。そうじゃないよてるてるだって好きでしょ。そう今日のそういただきましたってマリオこんばんは、こんばんは。いけるね、リオこれでユニバいけるわ。やっぱだって行ってる子いるって、今来てたから。ユニバにピーチ姫おったで。どういうこと、どういうこと、ガチのリアルのピーチ姫、すご今日のマリオ、マリオ、お、どう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 、うまくない、
マリオ違うマリオどんな声だったっけマリオって、こんな感じだった気がする私ルイージ切るか一緒に行こうマリオルイージで行きますか。その層は違う、あ、その層は違ったかじゃあまたいつか出るか待っててマリオうまい、ほんとマリオルイージはやつが着るんやないやつはやつってやつやつが着るんやないはウケる。いや、あの頃に来たマリオね、もうリオどっか行っちゃったんだよねいや、あるあるかもしれないけど、ちょっと短い短い、うん、やつはやつ、うん、理解理解、オッケーオッケー、伝わったでもリオマリオカートするときは、ヨッシーなんだよね、いつも。そう、あ、またそうって言った、ちょっと待って、もう違う違う、これは違うねもうなんかさ、なんか意識しちゃうじゃんマリオとオリオマリオとオリオ、そう、なんか名前めっちゃ呼ばれてる、確かに本当だ、そうって名前が、そうくん、マリオカートするとか体固まった、傾くタイプ、あ、あのゲームセンターにあるマリオカートは傾かないけど、あのウィーのマリオカートはめっちゃ傾いてた、リオこうやってキューって、そう、お家でやるマリオカートはね、すっごい体傾いてた、自分でもわかります。ルイージ通知取ってるけど1年以上会いに行ってない、あ、そうなの、でもまた背伸びてるからね、ルイージさんまだ伸びてるらしいよ。ウィーのことウィーって言ってるのか、え、何、ウィーじゃないの、逆になんて言うの、ウィーじゃないの、カズポン、オーリオ今日はありがとう、楽しかったよ、あー、よかった、楽しんでもらえてありがとう、こちらこそ来てくれて今のそうえ、言ってた、なんかダメだ、もうリオ勝手に言ってるねなんかわからんけど、体傾けたらその分曲がるって錯覚起きる、うん、そうなの、なんかね、うまく曲がれるんだよ、体傾けると、お家でやるとねウィー、あ、ウィーウィー、あ、それウィーって言うんだ、なるほど、ウィーウィーって言うんだね、リオはウィータイプだったわウィーってずっと言ってた、うん、多分これからもそう言うでしょう、ウィーって言うんだ、なるほど、それっちが正解、リオはウィーって言うね、体をひねってカーブをうまくいかせる、え、そう、え、ね、うまくいくよね、絶対絶対ね、お家でそのウィーのマリオやるとき、こうやって体傾けた方がね、うまくいくんですよ、うんそう、Wii と Wii U って言ってるの、リオは、そうですよWii と Wii U です、確かに Wii だわ、え、ツッツどっち派ね、なんか声枯れてる今日、やばい、ほら、えライブでさ、え、めっちゃ声枯れてきた急に、そのなんでなんで、あ、元に戻った、リオへー、アンニョハセヨあ、そう、お家帰ってきたんですよ、早いよね、さっきまで大阪にいたのに、何時間前かに、9、10、11、え、10、9、2時間前うん、そう、
2時間半ぐらい前には大阪にいたのにもう帰ってきました。やっぱね、大阪から名古屋って近い、すぐ着く、すぐ着くので帰ってきたよ。なんかうん、なんかカサカサしてるのが、でも大丈夫なはず、多分大丈夫だよね。大阪名古屋近すぎた。今日行きもさ、新幹線の中で朝ごはん食べたんだけど、食べたらなんかもうもう着くやんって感じだったよ。すごい、すごい着いた。喉の調子悪いの無理しないでね。ありがとう、大丈夫、喋れるから。そう、大阪から名古屋1時間もかかるっけ。でも50分、そうそうそうだよね、そうだよね、1時間ないよ。うん、本当にすぐ着く。そう、着きますね。名古屋までがえぐい遠い。確かに東京から大阪だったら遠いんだよね。そうですね。今日帰りさ、ほのちゃんと隣座ってきたんだけど、そう、名古屋どれぐらい着くのって言われて、うん、多分1時間ぐらいって言って、あ、じゃあ残りの1時間はほの一人かって言ってた。ね、そう、そうなの。リオが先に帰っちゃったから、ほのちゃんは一人で寝てました。東京から大阪は慣れすぎた。もう慣れたか。慣れたか。確かにもう慣れちゃうよね。確かに。これパジャマなんですよ、マリオ。そう、パジャマです。意外に近い。でも東京から広島は激遠じゃない？超遠いよね。広島は遠いよね。あ、これちょっとすごい、普通のフードかと思ったらちゃんと帽子みたいになってる。そう、アイス食べた、新幹線で。新幹線アイスじゃなくて、大阪駅に、新大阪に売ってたクレミアだったっけ、クレミアの生ソフトクリーム食べた。めっちゃ美味しかった。美味しすぎた。あとでストーリー載せるね。クレミアの、クレミアって言ったらラングドシャ思い出すでしょ、みんな。コーンじゃなくてカップが売ってたのよ。カップの中に、そう、ラングドシャ、そうでしょ、じゃなくてカップバージョンも出てたので、カップの下にコーンフレーク入ってて、コーンフレークの上にそのソフトクリームが乗ってて、これ美味しそうって言って、ほのちゃん食べよっかって言って一緒に買って、新幹線乗ったアイスを持って、めっちゃ美味しかった。やばいの、本当にクレミアのアイス美味しすぎるね。クリーミーって感じ。このパジャマはジラピケです。いただいたものなんですけども、たこ焼き食べた。たこ焼き食べましたよ。今日楽屋にね、買ってきてくださって、用意してくださってて食べました。そう、カップあったの初めて見た。なんかクレミアのソフトクリームって言ったらさ、絶対ラングドシャしかないと思ってたから、今日カップあったから食べたいってなったね。マリオ、マリオ、ナユン結婚して。ダメです。ダメです、みんな言ってる。ダメだってな、ユン。ありがとう、ギフト送ってくれて。おもろすぎるね、ほんと。みんな国境を越えて仲良くして嬉しいですよ、ファンの方同士で。
リオの影響でホノも受けなりました。確かに。でもホノちゃんも結構食べる方だけどね。うん、結構食べる方だと思う、メンバーの中では。一緒にだってしゃぶしゃぶ行ったりするからさ、いっぱい食べるよ。こんばんは、バイ V フォント、 V フォントさん、こんばんは。ひでまるもこんばんは。ジョンホなんて読むかな、ジョンホ。ちょっと近づけるか。ジラピケそんな攻めたものあるのね。そうね。なんかあのマリオとヨッシーとコラボしてるらしいですよ。ジラピケすごいね、いろんなのがあります。そんなのある。そう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 、美味しかったよ。でも本当にクレミアのソフトクリーム美味しすぎた。いっちょりです。いっちょりはわかる。いっちょりは、うんうん。オリオン食べっぷり俺も勝てない。本当に本当にそんなに。リオちゃんのショールも面白いって噂になってます。本当嬉しい、嬉しいです。リオも楽しい。ホワトモさんの絵、見ました。もちろん見ました。ギャンカワすぎてもう保存したし、うん、あんなに可愛く描いてくれてハッピーハッピー、嬉しすぎた。天才かな、ホワチョコのお友達さんは。本当にありがとうございます。可愛く描いてくれて即保存、保存だね。あれはスクショタイム。うん。ミラーボール来たよ。ネタかと思って調べたらマジでジェラピカなんだ。そう、本当にガチガチのジェラピケさんです、これ。そうなのよ。何ミラーボール、セルフ砂、何が、誰に言ってるの。ええ、どういうこと、どういうこと、どういうこと。マリオのキャラやと誰が好きなの。でもやっぱヨッシーかな。うん、リオずっとね、昔からヨッシー好きなの。マリオカートするときいつもヨッシー、可愛くない、ヨッシーってプルンプルンってこういう効果音ありますよね、ヨッシー。あとね、デイジー、デイジーも好きかな。結婚しての後にミラーボールすると結婚確定らしい。ああ、いや、そういうこと？それで確定演出すなって？そんなことが、そんな出来事があったの？なるほど。結婚してのエフェクトやった後にミラーボール投げると確定するらしい、結婚が。なるほどね。そういうこと？いつの間に？俺、ノンタロウ君と結婚するから。おめでとう。おめでとうね、おめでとう。みんなの影響で私もいくつかカタカナが分かります。おお、すごい。だってこの前さ、カタカナ難しいって言ってたのに、すごいね。マリオ結婚式呼ぶね。わかった。わかったよ。何、なんか歌うね。じゃあその時は。オリオ、アポロン、アポロンまで。でもあれだよ、ミラーボールないとダメらしい。うんうん。あ、そういうこと？ミラーボールしてる時はコメント入れれない。入れさせない。あ、ダメですっていうコメント入れさせないために。
そういうことか。理解、理解した。クジャク多すぎやってね。クジャク多すぎだね。どうしたの。おーい、リオのクマのさ、あのアイコンじゃなくてみんなクジャクになってる。ゲットしたクマちゃんのあれは、みんなそんなにリオのクマちゃんよりクジャクが好きなの？カタカナは本来英語なので簡単な英語単語を使いほしい。カタカナ本来語、そういうこと？そういうこと？わかるのかな？わかるのか。すごいね。でも勉強してくれてるんね、日本語。ミラボ10じゃないと確定しません。さあ、テルママが言うならそうだよ。ね、クジャクゲットしようとしなくていいから、ツッツね、ツッツ大丈夫だよ。リオのクマリオで、クマリオ持ってれば十分。あー、翼ありがとうね、クマリオね。ニャッコもありがとう、ずっとクマちゃん。かわっちだね。おー、そのそのクジャクちょっと違うね。うん、なんかリアル感増してる。観覧車に見える。確かにこっから見ると観覧車に見えるかも。うん、なんか見えなくもないよ、観覧車。海外の方がここで勉強してると思うと素敵。え、本当にね、してるんだって、このショールームで。韓国の方とか他にも。だからみんな正しい日本語を教えてあげてくださいね。大遅刻すいません。おはよう、だよし。かくやん、こんばんは。ここのルームにいるクジャクの数かける10。腕立て伏せ。やば、そんなこと言ったら増えちゃうよ、クジャクが。福さん、お久しぶり、来てくれてありがとう。まずはオイリオが正しい日本語喋って、結構正しい日本語喋ってるんですけど、うん、喋ってますよ。覚えてなくていいのに覚えさせてる気がするけど、いや間違いない、本当にそう。あのね、その結婚してダメです、それを覚えたって。それがでも面白かったって言ってたよ、あの韓国の方がね。そう、結婚してとか、そう、あ、何だったっけな、なんか言ってたよ、でも。そう、覚えなくてもいいことを覚えてしまっている。ここのルーム先生にするのは若干怪しい。確かにそうだね、確かにね。まあでも一応この配信を見て勉強してくれてるみたいだからね。ああ、ミオタンも言ってる、結婚ダメ、このネタ超面白い、だって面白いって。よかったね、よかったねって何。春はテフテフという日本語が風流ですね。そうなの？テフテフ？テフテフってなんだ？韓国のファンの方みんな優しいね。みんな優しいよ。海外の方優しい。ありがとう。ダメです、ダメです。他にさ、なんかコメントして、みんな、あの結婚してダメです以外に、うん、テフテフじゃないの、テフテフなんだ、テフテフ。何言うまで
ダメですって言っちゃって、ダメですね、ライオンさんまで本当みんな言ってるよ。あ、蝶々、あ、待って、なんか聞いたことあるかも、テフテフ蝶々って、なんか聞いた、なんか言われてみればって感じだわ。横領困ってきた、うん、困ってるよ、だってそのコメントばっかりだもん、結婚してダメです、それ読んでもさ困っちゃう。蝶々ね、てるてるさん読みました、テフテフ、ちょっと違ったね。今日の晩ご飯、今日はでもなんかね、帰ってきてブラッターチーズっていうのが最近ハマってて、ママと一緒にそれ美味しくて食べてて、ブラッターチーズ、おしゃれじゃない、ブあのか切ったらさジャーって出てくるチーズあるじゃん、ブラッターチーズとトマトにオリーブオイルかけて、なんかすごいおしゃれな食べました。あと、え、高いよね、そうなの、ブラッターチーズ高いんですよね、高いなって思う本当に、でもね美味しくて、ママが買ってきてくれてて、冷蔵庫に置いてあったから、食べていいって言って、いいよって言われたから食べた、生モッツァレラ、そう、あ、それかな、ん、それかな、ブルタンチーズは草ブルタンチーズじゃないな、ね、ブラッターチーズのか、ブラッターチーズってどっちなんだろう、リオはブラッターチーズって呼んでたんだけど、なんかよく見たらブの次にちっちゃいツが入ってた気がするんだよね、わかんない、どっちでもいいか。そう、あのね、こう白くまん丸でこう切ったらジャーって出てくるチーズがあってね、それがすっごく美味しいんですよ、ブラッターチーズ。あ、え、だよね、え、それが正解、つつ、それ正解、え、やっぱブの後に点々あった、点々じゃない、ちっちゃいやつ切ったらジャーっていうちょっと興味ある、え、そう、本当に切ったらジャーなのよ、切ったらジャーって出てくるチーズが、そう、インスタでよく映えるチーズ、そうそれそれ、やっぱりリオの記憶は正しかったね、ブの後に点々、点々じゃない、ちっちゃいツーです、ブラータチーズね、でもさ言いにくくない、ブラータって、ブラッターチーズの方が言いやすいんだよねトローリとかじゃなくて、じゃあ確かにちょっとなんかそういうさ、なんて言うんだろう、ちょっとトローリって頭になかったわ、リオ、じゃあしか出てこなかったチーズでも切ったらじゃあなんですよ、確かにトローリというよりじゃあなんだよな、でもうん、そう、あ、買ってみたらわかる、みんなも、あ、確かにじゃあだわってなるよ、トローリじゃないんだよな、なんかどっちかって言ったらね、じゃあなんですよ、何言ってんねんって感じカルディ、あ、そう、カルディにも売ってる、見たことある、そう、流れる感じ、そう、流れてくる感じだから、チーズが、そう、じゃあなんですよ。ケイスケ、こんばんは、マーリオです、マーリオ、確かにとろーりって言うと、とろけ、あのあったかいチーズを思い浮かぶよね、みんな。でもそのブラッターチーズはあの温かくない、あの冷えてるチーズだから、そう表現の仕方がちょっとおかしかったかな。でも本当にね、じゃあなんだよみんな買ってみて、お願い、食べてみたらわかる、じゃあ、確かにじゃあだこれはってなるから、うん、そうですよ。あ、生ハムとか、あ、絶対美味しいもん。デリー、お前ね、インスタに載せたんだけど、あのカフェ行った時に、あのクロッフルっていう、最近流行ってるじゃん、ワッフルメーカーでクロワッサンは焼いてみたいな、そうスイーツがあるんですよ。そのクロッフルの上にブラッターチーズとフルーツが乗ってて、え、甘いのとチーズって思うじゃん。でもね、すごく美味しくて合うから、
そう、そこのカフェもおすすめです。インスタに載せてあるから遡ってみて、よかったら。クロッフルの上にそのチーズが乗ってて、それ切った時ジャーって出てきて、でなんかあのメープルかけて食べるんだけど、本当に美味しい、美味しかったな、あれもうすごく美味しいです。でも本当になんか確かにスーパーとかに売ってるんだけど高いんだよね、普通のチーズに比べて。ブッラッターチーズ、そう、なんかお高いからそんなにたくさん買えないですけど、でも美味しいからね、食べちゃう。チーズと梅干しって合うの？へえ、梅干しじゃなかった干し柿だった読み間違いしたわ。あの先に干しという漢字が目に入って、勝手に干しイコール梅干しってなんかリオの頭で変換されてしまって間違えちゃった。干し柿ってチーズが合うらしいよ。へえ、そうなんだめぼしい間違えた間違えたの間違えたの間違えちゃった。あ、コストコにあるかな。コストコにありそう。確かにコストコどうなんだろう。確かにコストコでブッラッタチーズ見たことない、あの見たことないけどありそうだね。いつもさコストコで買うならモッツァレラチーズ買うからさ、モッツァレラしか見たことなかった。ん、今日柿食べてませんよ。リオに言ってない。リオに聞いた？違う？あ、そうそう、ブラタチーズとイチゴね、流行ってるね、流行ってる。うん。わかる、モッツァレラチーズとトマトのカプレーゼ好き。そう。それに似たやつ食べたさっき。ブラタチーズとトマトのカプレーゼ食べたさっき。美味しいよね。でもチーズめっちゃ好き。そのとろーりのあったかいチーズも好きだけど、そのモッツァレラとかブッラッターチーズとかそういうのも大好き。あー、成城石ありそうだね。確かに、あ、コストコのケーキわかる。リオが一番好きなのは、うん、あれチーズケーキめっちゃ好きなの。コストコのチーズケーキ凍らして食べるのが好きで、冷凍してアイスみたいになるから。そう、チーズケーキと、あとやっぱりそのクリスマスとか12月1月とかに売ってた限定のティラミス、あれガチャ美味しかったね。普通のティラミスじゃなくて、ちょっとなんだろう、ちょっとなんだろうな、クリームが濃厚になったバージョンで、すごい美味しいティラミスがあるんです。でも限定だからいつもないんだよね。うん、コストコクロワッサンわかる。大森家もね、あのママもパパもクロワッサン大好きで買うよ。オーリオ何でもかんでも凍らせみ、あ、うん、プリンは凍らせたことない。何でもかんでもではないな。プリンはリオトロトロ派なんだよね。なめらかプリンとか、あのリオが好きなプリンはジャージー牛乳プリンなんだけど、そのミルクミルクしてるとろけるプリンが好きだから、プリンはね固めたことないね。でもそのチーズケーキは絶対固めた方が美味しいですよ。んね、限定のティラミス美味しい、食べたことある？めっちゃ美味しいよね。トマトは塩かけたら美味しいよ。え、わかるよ、わかる。リオもね、あ、でも塩プラスオリーブオイルかけたさっき。でも塩だけかけても美味しいよね、トマト。リオはそのカプレーゼみたいな、なんかオリーブオイルかけて食べるのが好きです。あとジェノベーゼ、ジェノベーゼソース、今日はかけなかったけどそれが大好きだな。あ、トマトマヨネーズ派リオのパパと一緒あのリオのパパもトマトは絶対マヨネーズかけて食べてる。パパと気が合いそうじゃん。え、ギロ温泉食べた温泉プリン、え、美味しそう、食べたい、食べたいな。あ、焼きプリン、あ、食べたことないかもしれない。はあ、びっくりした。
でも本当に焼きプリンよりね、ジャージー牛乳プリンが好き。とろけるプリン。今日可愛かった。今日可愛かった。なになに？二人してありがとう。ニーナとミニー、今日来てくれたの？ありがとう。嬉しいね。ジェノベーゼ激推しです。ガチ？一緒。リオもジェノベーゼめっちゃ好きなの。大志くん？大志くんリオも大好きだよ、ジェノベーゼ。あるかな、あ、焼きプリン食べたことあるかな、あるかもしれないけど、チャージー牛乳プリンのが好き。そう、なめらかプリンが好きなんですよ。プリンは硬いプリンより柔らかいプリンが好き。トマトとマヨネーズ一緒に食べたらうましなの。うまい、おいしい、おいしい、美味しい。みおたん、トマトにマヨネーズ美味しいよ。リオもね、トマトにマヨネーズかけて食べるときありますよ。あー、ホワチョコトマト嫌いなんだね。確かにトマト苦手な方結構多いかもね。涙出てこない、トマト食べると出てこないよ。リオパパと仲良くなれる仲良くなれそうだね トマトとマヨネーズで両方まずいやん。ねえ、なんで？美味しいからね。美味しいって、それはね、もう昼はだけだよ。マヨネーズ美味しいよ、トマトも。フルーツトマト大好き、リオも。甘いトマト、ミニトマトが好きかも。うん、大きいトマトかミニトマトだったらリオもミニトマトの方が好きかな。そう、変色しすぎや、本当に本当に。もう二十歳になるんだから変色ダメよあ、待って、パステルのプリンめっちゃ好き。美味しいよね、名古屋の。そう、あのパスタのね、そう、ああいうプリン好きですよ。あ、タルタルソースが一番タルタルソースは美味しい、わかる。横流と食の好みを合いそうにない、だってあらあらあら、マジか。トマト、ん、リオちゃんがトマト好きだからこちらの勝ちでさなんか勝ち負けあったおう、トマト美味しい、マヨネーズも一緒に食べたことない。あ、本当？トマト好きならね、一緒に食べてみて、ぜひ。うん、唐揚げにマヨネーズは最強、わかる。それはもうね、最強よ。タケノコ、あ、もう勝ち。あ、タケノコか山、なんだっけ、タケノコかキノコだったらタケノコだけど、でもどっちも好きだよ。うん、でも2つあってどっちか選びなさいって言われたらやっぱりタケノコを選んじゃうかな最近のデザート、最近のデザートなんだろう。今日はね、アイス食べましたよ。そのさっきクレミアのソフトクリーム食べた。久しぶりに食べたけど、もう美味しすぎて感動しちゃった。普通に太らん食べても太らないんだね、キルアは。じゃあみんなで脂肪を分けてあげよう、キルアに。キノコです、タケノコの里派です。キノコやろ、タケノコ最強。でもまあどっちもどっちじゃない、どっちもどっちだね、この配信にいる子は。でもタケノコの方が多いのかな、やっぱり。どうだろう。本当にもらうよ、だってもらってくれるって。タケノコ、タケノコ64ぐらい、タケノコ。あ、本当に
でも意外とキノコも来てるね。どっちも美味しいではダメなのか。え、どっちでも美味しい、どっちも美味しいでいいんだよ。リュウもどっちも美味しい派だから、一緒。どっちも美味しい派です。大人になったらキノコの美味しさが分かった。あ、なんかそういうよね、みんな結構ね、それ聞く。なんか昔はタケノコが好きだったけど、なんか大人になってキノコ派になったっていう人めっちゃ聞く。でも大人でもタケノコが好きっていう方もいるよ。リオ今はタケノコが好き。まだキノコも好きだけど。松茸の里なんてあるの？え、ない。松茸の里でもさ、なんかいろんなのあるよね。よくなんか他の種類あったの、なんか見たことあるよ SNS で。通知気づかなかった。うっそー、もう結構経ってるよ、ショールーム始めて。高校生だけど周りは8人ぐらいタケノコ。あーあー、でも私そうだね、高校やっぱ学生の子はタケノコ派が多いかもね。そうなんだね。アルフォート美味しいよね。ちなみにリオアルフォート水色好き。ミルクアルフォート。ちょっと早いけど離脱するね。明日も頑張って。ありがとう、来てくれて。初見です。ん、ケイスケ本当ありがとう、来てくれてね。リッチミルクバカうまい。え、だよね。ソリューもリッチミルクめっちゃ好きなの。アルフォート、一応リッチミルクが一番好き。美味しいね。なんか普通の青も好きなんだけど、リッチミルク食べるとうわこっちだってなる。こっちが好きってなる ね。水色の方が優しい味。そうなんかね、そう水色の方が優しい味。わかるよ言いたいこと。甘いのかな、やっぱそのリッチがつくから。やっぱミルクっぽいチョコレートだからかな。ちょっと結婚した確かにダメですコメント増えてるね。ほんとよ、みんな反応早っ。アルフォート抹茶、あー、あんま食べたことないかも。抹茶アルフォートいちご見たことある。ある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 。ミルクはガキだよ、なんてこと言うの他の人に言っちゃダメじゃん、そういうこと。に水色美味しいよね。水色、そうそうなんだよね、水色好きよ。そのミルキー感があるよね。あー甘すぎる。あーなるほどね、確かに甘いんだよね、やっぱり青に比べたら。そうでもミルキーな感じで美味しいんだよね。うん、ピスタチオのアルフォート食べたよ、もちろん。やっぱりピスタチオ好きだからさ、コンビニで見つけた瞬間気づいたらカゴの中に入ってたね。ピスタチオのアルフォートは美味しかった。うん、ブラックサンダー好き。わかるわかる。ね、富士山アルフォート知ってるよ。知ってるなんで知ってるんだろう。知ってる。あれなんだろうな、サービスエリアとかで見た感じかな。なんだろう、なんかなんで、なんだあれ、なん、何で見たんだろう。リオ知ってる。コンビニでカゴ使うほど買うのね。え、使わない逆にみんなカゴ。あ、そっか、リオホテルだからさ、あのご飯コンビニで買うのが多いんですよ。だから毎日カゴ持ってるよコンビニで。リオだけじゃなくて他のメンバーももちろん。いや、そっか、そうだよね、ホテルだから。え、絶対、使わないカゴ。え、リオ毎回使うんだけどいや、まあそうだ、ご飯とか買うからだよね絶対。そうだって、飲み物、ご飯、
飲み物を本日の夜ご飯明日の朝ご飯とかいっぱい買ってたらさ手に持てないじゃん。だからカゴは必要必要。ああありがとうヒョク急に卵。え、そう買いだめ、そうそうそう、そういうこと。やっぱホテル暮らしだとね買いだめとかよくするから、もうカゴないと持てない持てない。みんな使わないんだねカゴ。ホテル飲みするときはカゴにお酒とかおつまみ、あーなるほどね。エリオもおつまみ入れるときあるかな。おつまみっていうかあのおかき、おかきとか好き。コンビニ行ったらとりあえずカゴに向かう。エリオもそうだよ。だいたい入り口にカゴ置いてあるじゃん。だから入ってすぐカゴ持つね。うん、買い出ししても全部結局すぐ全部食べてそう。え、結構ねそうそういうタイプなんですよ。そうあれ明日のために買ったのに食べちゃったって時よくある。さすが飲み料理。いや飲んでないよ飲んでないよ。飲み物はでもホテルにいる時ね意外とジュース買わないかもしれない。それこそお水とかルイボスティーとかいつも飲んでるじゃんホテルで。それ2つしかないホテルにいるときは。うん、そうだね。え、そう結構ホテルの冷蔵庫ってちっちゃいじゃん。そうパンパンになることよくあるよくある。チーズおかきめっちゃ好き。美味しいよね。ホテルではウーロンハイよく飲んでるよね違うんですけど。ウーロンハイじゃないよなんでルイボスティーですよ。ちなみにあの前缶で飲んでたやつはただのウーロン茶です。皆さんに見せましたよね あと6分だ。はい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 、あと6分です。コンビニ行ったらアイスコーナーちょっこあーでもわかる。アイスコーナーは見ちゃうよねいつも。あーホテルの冷蔵庫 1.5 1.5 リットルのペットボトルってこと。大きいやつ、大きいやつ入れたことないかもホテルの冷蔵庫に。時間泥棒だ時間だろ、延長できないですね。12時までですのでねあとリュウストーリー載せたいからさ、あのほんのちゃんとアイス食べたやつそれ載せたいから、あの59分に終わりますね。家の周りのコンビニアイスコーナー外ればっか。外れ当たり外れある。外れってなんだとりあえずコンビニ一周してからカゴ取り行く。あー、そういうこと先にカゴ持たないんだね。もばめは明日やの。よく気づいたな通気、ごめんね。もばめ明日書きます。明日の朝届くように今から書いとく。もばめ書いてない、ごめんね。帰ってきてすぐショールーム始めちゃったから、ああ書いてない。明日の朝送る。それか今からすぐ書くか、終わっていやでもギリギリまでショールームやるわやっぱり。東京のスーパーお前バスケットやドンキくらいしかなかった。そういうこと。東京にあるスーパーはマイバスケットとかドンキしかないよってことか。確かにマイバスケットってさ東京でしか見たことないかもしれない。うん、これマリオなのよ。マリオさんです。これパジャマなの、かわいいよね。適
てかもう帰ってきたんやな。ワイなんてまだ大阪おるで。え、泊まり？そりゃそうか。そう、もう帰ってきたの。早いよね。名古屋だからすぐ着いた。逆にありがとう。明日でいいやで。あ、逆にありがとう。そう言ってくれるとリオも嬉しい。マイバスケット行ったことあるよ。ある。今電車、あ、今帰ってるの。気をつけて帰ってね。あ、順読もうかな。順読みますね。いきます。おお、すごい。いくよ。13位、やっぱりマッコリ。12位が翼。1位がやっぱりタチョリ。10位がダン。9位がソウ。8位がマイコル。7位が夏ユキ。6位がコウ。5位が TK。 4位がベロ出し。3位がミッドナイトパーティー。2位がヒョク。1位がナユーン。ありがとう、リオヘー、ありがとう。やっぱり界隈めんどくせえだって。まだいるんですよ、やっぱり界隈人気者。ありがとう、こちらこそ。今日はライブからのお家に帰ってきてショールームできてよかったです。皆さん来てくれてありがとう。チャルジャヨー、うん、ね、もう日付変わるからバイバイね。ストーリー載せてくるから見て。ライブお疲れ様でした。配信もこちらこそ見に来てくれてありがとうね。ライブありがとう。お疲れ様、ありがとう。こちらこそ、ライブ楽しかったです。ありがとうございました。よかった、また会いましょう。夜ライブも出るのでよかったら皆さん応募してね。まだか、応募は。リアルトークやオンラインも始まったのでお待ちしておりますね。